皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2へようこそ。今日もですね、いつもナビゲートをしている佐々木純くんに代わってピンチヒッターでナビゲーターを務めさせていただきます。タンタンこと山口武晴です。よろしくお願いします。この番組では毎週ですね、今をときめく素敵なクリスチャンアーティストをお迎えして番組をお届けしています。今日もですね、素敵なアーティストをお迎えしています。今日は東北の地からですね、まるでこの春の花のような爽やかな人をお迎えしています。大宮香織さんです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はるばる仙台からお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。はじめましてですね。はい、初めまして。よろしくお願いします。私は一方的には知ってましたけど。そうですか、大丈夫ですか。はい、結構黒いですよね。素敵な、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今ね、早速聞いていただきましたけれども、はい、幸せの掟という曲、ね、はい、実はこの曲を含めた新しいアルバム、まあ、デビューアルバム、はい、出たんですよね。はい、この幸せの掟、はい、イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。で、今アルバムを出して、そして大宮さん自身はどんな活動をなさっているんですか。はい、普段は仙台に住んでるんですけれども、子どもたちにピアノを教えたりしながら、あと演奏活動もしながら、あと教会で賛美の指導とかをの奉仕をしたり、いろいろなことを音楽を通して、はい、働かせていただいています。いいですね。じゃあ、ある意味では大宮さんのファンにとっては、あるいは教え子たちにとっては、もう待ちに待った待望のアルバムが出たという感じかもしれませんね。はい、で、1曲目の今の幸せの掟、またこのアルバム自身も幸せの掟というタイトルついてますけど、はい、どんな思いを込めて作ったアルバム、どんなコンセプトで作ったアルバムなんですか。はい、ですね、もともと学生の時から曲は作っていたんですけれども、それを、いつかは CD に
できたらいいなと思っていたものも含めて、それと、震災後に作った曲も3曲入れた、全部で8曲入っている、アルバムなんですけれども、まあ、今回こう自分が形に残せたらいいなと思ったもの、ほとんどが聖書の言葉の歌なので、いろんな方にこれを届けられたらいいなと思って作りました。なるほど。そういう意味ではただ歌を届けたいというよりも聖書の言葉、はい、神のメッセージを届けたいという、はい、まあ、そういう願い祈りも込められているアルバムなんですね。はい、そうです。はい、それではこのアルバムからまたもう一曲聴かせていただきたいんですけれども、はい、次の曲のタイトルをじゃあお願いします。はい、次の曲は、時という曲で、伝道者の書3章の聖書の言葉を、まあ、ほぼそのまま、少し変えたところもあるんですけれども、その言葉を歌っている曲です。はい、時という曲になります。はい、それでは聴いていただきます。時。愛するのに時があり、
ありがとうございました、はい、トキという曲も素晴らしい曲ですね。ありがとうございます。はい、おみゆさんがね、そもそもこう神様を歌う、聖書の言葉にメロディーを乗っけて歌うようになった、もちろんクリスチャンになったというね、教会行くようになったとか、そういうきっかけはどういうことなんですか？はい、実は私の両親がクリスチャンなので、うん、なるほど。もう生まれた時から一緒に教会に行っていたんですけれども、自分でこうイエス様を信じたのは小学校4年生の時で、キャンプに行ったことがきっかけで、うん、自分の罪を悔い改めて、そしてバプテスマを受けました、うん、でその時から、まあ、将来何らかの形で神様のために働きたいなという思いがあったんですけれども、うん、まあ、その思いを温めつつ、うん、高校と大学で音楽の勉強をして、うん、で音楽で神様のために使えていきたいなという思いが与えられて、で大学卒業してから3年間東京の方に来て教会音楽の学びをさせていただいて、で仙台にまた戻ったんです。はい、なるほどね。じゃあそういうクリスチャンホームの中で祈られ、はい、で育って、はい、そしてその小学5年生の時にはっきりと明確にイエス様を信じて、はい、そこからイエス様をもう伝えていきたいという思いがずっとあって、はい、そして音楽のその賜物をいつこう発見して行ったんですか？音楽はもともと4歳の時からピアノを習わせていただいてたんですけれども、うんうん、あと教会でやっぱり育ってきたので賛美歌を聴いて育ってきて、歌がとても好きだったので、小学生の時に合唱団にも入っていて、まあ音楽に触れて育ってきたんですけれども、実は高校生の時に音楽科で歌を専攻して、その時からずっと歌で勉強をしてきました。そして今今度はお姉さん自身がまた次世代のそういう子たちを育ててるっていう面もあるわけですよね。はい、でも世界の統計では4歳から14歳で、ね、はい、クリスチャンになるっていうのは、ね、70% ぐらいですね。クリスチャンになる人のね、7割はその年代でクリスチャンになる。だそういう意味ではまさにお姉さんがね、はい、その年代で信仰を明確に持って、はい、そして神様に仕えていきたいっていうね。はい、そして震災以前と震災後でかなり大西さん自身のね、はい、信仰というか、あるいは自分のその賛美とかいうことに対してかなりこう考え方、捉え方が変わったっていうのを伺ってますが、はい、そのあたりどうですか？そうですね、やはり震災を経験しまして、当時実は私のお友達が、海沿いに住んでいたお友達が津波の被害に遭ってしまって、うん、で一緒にこう家に呼んで生活を一緒にしたんですけれども、まあ、その友達家族を目の前にした時に、自分何もできない自分が本当に無力だと思って、音楽なんて何の役にも立たないと本当にその時思っていて、この先どうなってしまうんだろうという不安しかなかったんですけれども、でも自分自身がその震災後の日曜日に礼拝行って賛美歌を歌った時に初めてこう涙が流れてきて、賛美歌によって慰めを受けたので、こう自分が慰められたから、その慰めを傷ついている人たちに届けたいなという思いが与えられて、それでなんていうか仮設住宅とか、そういう自分の歌を歌いに行くというよりは、一緒にその場で一緒に歌いながら楽しい時間を過ごせる、本当にその一緒に時間を過ごせるっていうことの、その幸せな時間を一緒に共有するっていうことが本当に感謝だなと自分自身が思っているので、本当にそういう時間を大切にしながら音楽を通して、そういう時間を持てたらいいなと思いながら今も活動しています。素晴らしいですね。ある意味で音楽がそういう被災された痛みの中にある方々と
ね、お宮さんとこうくっつけてくれる、うん、接着剤のような役割を持っていて、はい、そして音楽が、はい、彼らに寄り添うための助けになっているというか、うんうん、いう感じなんですね。でこの震災以降にできた曲っていうのが、はい、いくつかあってアルバムの中に収録されてますけども、はいはい、その中から次の曲をお届けしていただきたいんですが、はい、雨にも負けず、はい、これ有名な宮沢賢治さんのものですよね。そうです、そこから来てるんですよね、はいはい、震災後に私と同じグループの教会が気仙沼市にありまして、うん、でそちらに行ったんですけれども、まあ、全部流されてしまっていたんですが、うん、牧師先生も教会の皆さんも元気 で、うん、でこっちが元気をもらって帰ってくる、うん、そんな経験をしたんですけれども、うん、その帰りにあるラーメン屋さんに寄ったら、うん、そのお店に宮沢賢治さんの雨にも負けずの詩が飾られてあったんですね、うん、それでそれを見た時にこう心にこう響いてくるものがあって、うん、もともと宮沢賢治さん好きだったんですけども、うん、長いので何せ、うん、でこれを歌にできたらいいなと思って、うん、でその実は宮沢賢治さんの雨にも負けずにはモデルとなっている方がいるんですね、うん、でそれはその岩手の花巻の地で牧師をされていた斎藤宗次郎さんという方だったっていう話を、まあ、知ってはいたんですけれども、まあ、そのことと、まあ、気仙沼に行った時のその牧師先生の姿とまた頑張っている方々の姿が重なってこう心が動かされるようにしてこの曲を作りました。なるほど、はい、それでは聴いていただきましょう。お宮さん、香織さんで雨にも負けず。なりたい。
とうございました、はい、雨にも負けずも素敵な曲ですね、はい、ねえあの歌詞にメロディーをつけるあるメロディーをつけるっていうのはねやっぱなんか正直ちょっと妬んでしまうぐらいの賜物の豊かさですよねそれこそ雨のようにこう降ってきたような感じで自分でもどういう風に作ったんだったかなって今いや僕恥ずかしながらギター弾くんですけどもね、はい、ギターのコード3つぐらいで弾けるようになった時に作った曲がチャンピオンっていう曲が聴かせられないような曲がありますけれどもねまあ本当に賜物の豊かさに聴いていて圧倒されてしまいましたけどもね、ちょうど先日 3.11、ね、3年目を迎えたわけですけど、はい、ちょうどあの 3.11 の時に、仙台でまたコンサートをなさったと、はい、伺ってますが、はい今回その CD を出していただいている、うん、あのアルファトラックスさんが、うんまあ、あの企画してくださって、うんメモリアルコンサートということで、うんうんうん仙台の宮城野区というところなんですけれども、うん、そこも震災後新しくできたホールなんですが、うんはい、そこに来てくださって、まあ、私以外は皆さん遠くから関東から韓国からも来てくださってすごく私自身がすごく励ましを受けて楽しんで、うんはい、来ましたまあ、そういう仙台あるいは東北被災地を中心にね今こう活動なさってますけどもまあ、これからさらにアルバムも出たことですし、はい、いろんなところに出てって、はい歌を通してまた励ましのメッセージを語っていくと思うんですが、はい、今後はどういう予定があったり今後のなんか夢やビジョンがあるんですか？はい、ですね、私自身がその最初にお話ししたんですけれども小学生の時にキャンプで進行決心をしたんですけれども、うん、今はそのスタッフになっていて、うん、その子どもたちのためのキャンプのテーマソングを毎年作っているんですけれども、うん、その曲を去年練習して仙台で行われているゴスペルフェスティバルというのがあるんですが、うんそこに子どもたちと一緒に出ることができて、うん、できたらCD も作りたいなと考えています、うんですね、これからそのまたキャンプのテーマソング集みたいな、はい、またそのアルバムが後々出るかもしれない、はい、できたらいいです、はい、これからもね、お宮さんの、はい、香織さんのご活躍期待していますそしてその名の通りキリストの香りが各地で、放たれていくことを、ね、期待しています、はいはいお宮さん、はい、最後に一つ伺いますけれどもお宮さんにとって賛美とは何でしょう？はい賛美とは私にとっての祈りと願いとそして証です、うん、はい、アーメンありがとうございました、はい、ありがとうございますあなたの賛美も豊かになるように祈っています神様の祝福が豊かにありますようにまた来週お会いしましょう地の元へ
ちは。